千葉県船橋市、とあるホテルの一室にいる怪しい雰囲気の男性集団。その部屋で行われていた会話は、信じられないものでした。甘ったれた殺し方をすると思ってたのか？そんな、チェーンソーはやめてください。殺してからにしてくださいよ。すいません。どうか、母親と妻には一言だけ電話させてもらえませんか？泣くなよ。なんとこの時、男性 A は命乞いをする男性 B の指を切っていたのです。生きたまま、チェーンソーで解体されるという恐怖。男性 B はそのままチェーンソーによって首を切断され、殺されてしまいます。作業を終えた男性 A が共犯者たちに向け放った一言。人形みたいでしょ？今回ご紹介するのは、横浜港バラバラ殺人事件。なぜ平和な日本でこのような残虐な事件が起きてしまったのでしょうか。事件の発端。事件が発覚したのは2009年6月のこと。横浜市の横浜港にて、岸壁に遺体のようなものが流れていますが、と釣りに来ていた男性からの通報にて遺体が発見されます。それは切断された遺体の一部でした。身元を特定すると、その遺体は暴力団関係員であることが判明しますが、その時点では犯人を捕まえることができず、事件は未解決のままでした。しかし、別の事件で逮捕された池田博之という男性によって、この事件は大きく動き出します。同年7月20日、池田は覚醒剤密輸事件の疑いで逮捕されていました。この後の池田の調書などで、池田が横浜港のバラバラ遺体殺人事件に関与していることが判明していきます。複雑に絡み合った事件がどうしてこの遺体にたどり着くのか。日本でも有数の凶悪事件として知られているこの事件ですが、まだ犯人グループの一人は捕まっておらず、国際手配されている、完全解決されていない事件の一つなのです。当時の裁判員さえも首を震わせながら、実行犯の池田博之の言葉をメモしていたというのも記憶に根深い事件として残っています。それほどまでに残忍で暗く悲惨な事件。生きたまま解体されてしまった被害者。あなたはこれを聞いても安心して眠ることができますか？池田博之という人物。この複雑な事件を説明するには実行犯となった池田自身を解説しないといけないでしょう。池田は高校卒業後に様々な職場を転々とし、22歳で結婚。結婚した女性との間には子供もいましたが、数年後に離婚してしまいます。このことから人間関係や社会に溶け込むのがあまり得意な人物ではないことが伺えます。しかし、池田は自身の生活や娘の養育費を払うため、一生懸命働きます。しかし、幼少期に不自由ない家庭で育った池田にとっては苦しい生活でした。2004年頃には暴力団組員となりましたが、ここもあまり長続きしませんでした。ですが、この後に彼の運命を大きく変える出会いがあります。それは、近藤武郎との出会いです。近藤は有名詐欺集団、キンググループの構成員で、金銭に困っていた池田はこのグループの一員となり、ベトナムなどから覚醒剤の密輸に加担していきます。そして、池田たちが拠点としていたのが、雀荘、萌えハウス。ここを経営していたのは、近藤と石原隆一という男でした。しかし、2009年頃から、この店は、水本大輔、高倉純一たちに経営権を握られていました。これが、バラバラ殺人事件の発端となる出来事となります。もともと経営を行っていた近藤と石原ですが、その中でも石原は、雀荘を乗っ取られた、売り上げを取られて困っている、と、自称コンサルタント業を営む岩井貴弘に相談を持ちかけます。この相談が、雀荘の経営権を持っていた水本と高倉から、店の資金を奪う強盗計画へと発展していくことになります。生きたまま解体されてしまう恐怖。彼らは集団となって、水本と高倉をとあるホテルに連れて行きます。
このホテルに池田と石原も行き、後に想像を絶するような凄惨な出来事が起きてしまうのです。縛られ監禁された水本と高倉、そこに現れた池田。池田は近藤から殺し屋の手配を頼まれていました。ですがここに現れたのは池田と石原だけです。となると、この二人を殺すのは誰なのか。それはなんと池田本人でした。彼は水本と高倉を自らの手で殺めることで周囲の自分への評価を高めたかったのかもしれません。なぜなら殺し屋を雇うことは池田にとってさほど難しいことではないと推測されます。そうして池田が用いた殺害方法とは、ナイフとチェーンソーでの殺害でした。水本は首にナイフを刺すことで殺害しましたが、高倉には異なる殺害手段を用います。それが、チェーンソーです。高倉は当然、その池田が手に持ったチェーンソーを見て命乞いをしました。その時の会話が傍聴記録として残っていました。甘ったれた殺し方をすると思ってたのか？そんな、チェーンソーはやめてください。殺してからにしてくださいよ。すいません。どうか、母親と妻には一言だけ電話させてもらえませんか？泣くなよ。この時、池田は命乞いをする高倉の指を切っていました。痛みを味わいながら、池田が持つチェーンソーによって首を切断され殺されます。激痛とチェーンソーが首に迫る恐怖。殺された男性はもともとヤクザの一員だったそうですが、それでもこれは単純に殺されるよりも恐ろしく残忍な行いであることが理解できます。その後すぐに池田によって死体は解体されますが、その作業を終えた池田の共犯者たちに向けた一言がおぞましく、人間の言葉ではないと思えてしまいます。人形みたいでしょ。切断した遺体を見て、もうそこには命がないことを小石程度にしか感じられていない池田には、人間の心はもうなかったのでしょう。また殺害現場であるホテルでは、事前に従業員に音がうるさいかもしれないが撮影をしているということを伝えていたそうです。こうすることで、チェーンソーの音があったとしても不自然ではなく、従業員たちは疑う余地もなかったのでしょう。バラバラにした遺体を池田はスーツケースに詰め込み、翌日に横浜市の海や山梨県の富士山周辺の山林に遺棄したそうです。そして、事件が発覚したのは2009年6月24日、横浜港に釣りに来ていた男性の通報からでした。警察は遺体の指紋などで、遺体が池田によって殺された水本と高倉であることを突き止め、そこから彼らが抱えているトラブルを捜査対象にしますが、複数存在し、その中に事件の原因となった雀荘も含まれていました。しかし事件の解明はその雀荘へ向かうのではなく、別件で逮捕された池田自身によってでした。彼が捕まってしまったのは覚醒剤密輸に関することだったのですが、逮捕後に池田はこう口にしたそうです。夢に出てくる、殺した奴らが。そうして殺害の関与を認める書類を池田は提出しました。死体遺棄容疑及び強盗殺人容疑で池田は捕まることになります。池田は自分の口から夢に出てくると言わなくても、いずれは捕まってしまっていたと考えられます。なぜなら警察の捜査範囲にも原因となる雀荘が絡んできていたからです。人の心をなくし凄惨な殺し方をしていた池田でも、やはり殺人を行った先で結局人は苦しむものだなと考えさせられます。生きた人間をチェーンソーで切断し、人とは思えぬ言動を放った池田。裁判員裁判での死刑判決の確定は当然の判決だと言えるでしょう。刑務所での背景。ここからは主犯である池田や
共犯で捕まってしまった者たちの言葉などを紹介します。田代正史という人物は殺人事件の共犯で捕まっていました。現在は出所していますが、ここでは少し過去の話をします。刑務所で彼はこう語っています。まさか殺すとは思っていなかったんです。彼は金になる仕事があると話を持ちかけられたそうで、その仕事内容は強盗。水元と高倉を監禁し、現金を奪取するその計画に彼は参加していました。一瞬の出来事でめちゃくちゃ怖かった。止められるような状況じゃなかった。と彼は言います。当然です。チェーンソーで人が解体されるところや、それに対する命乞いなど、罪を犯す人でもそうそう目にすることはないでしょう。そんな中、田代正史は共犯者となり、その凄惨な場面に遭遇してしまったのです。彼は池田の犯行を止めることができず、バラバラになった二人分の死体を袋に詰め、それを遺棄したと言います。田代は池田がここにいることも知っています。なぜなら池田と田代は手紙を交換しているからだと言います。主犯のやつもここの3階にいるんですよ。手紙でやり取りしていますから知ってますよ。おとなしいというか、手紙の内容が神様仏様みたいな感じなんですよ。チェーンソーで人を切断し、その現場では周囲に分解した死体を人形みたいでしょと到底人間とは思えない言葉を放った池田がです。自分の死を受け入れた池田の感情はもはや達観したものになっているのでしょうか。死刑を待つ死刑囚の池田、死刑執行は年始年末を除く平日に行われると言います。彼は自分の番を静かに待っているのでしょう。確定死刑囚となった者には教会室と呼ばれるいつもの生活から少し遠ざかり、静かに自分自身を見つめ直すことのできる場所に行くことができます。希望している死刑囚は宗教者である教会士から教え諭しを直接受けられることのできる制度です。死刑囚の生活というのは狭く暗い場所でのものになります。池田死刑囚を擁護しているわけではないですが、彼もまたこうした暗い生活の中で教会室を訪れ、田代との手紙では柔らかくなったのかもしれません。未解決であること、事件に話を少し戻すと、この事件は解決していません。なぜなら一人まだ逃亡している犯人がいるからです。そう、近藤武郎という男です。彼は池田が事件を起こすきっかけとなった人物でもありました。国際手配をされて、今でも世界のどこかで怯えながら暮らしていることでしょう。諸悪の根源ともいえる近藤がまだ逃げているのは恐ろしいことです。まだ完全には終わっていないこの事件、罪を犯した人間が正当に捕まることを祈ります。